そう、お誕生日、この間私が10月のこ、なんか10月は本当にいろんなことがあったから誕生日おめでとうって例年と比べて言われなかったなって話したら今日すごい言われました。1ヶ月、でもちょうど誕生日から1ヶ月経つんだね。もう早いものでってか、首がまた今日も痒いんだよ。この辺さっき書いちゃったけど絶対書いちゃダメ。痒いよ。お団子可愛かったよ、ありがとう。そう、ちーちゃんのなんか写真はいろいろ撮ったのでちょっとまた待っててください。とりあえずさっきささっと載せましたけど、インスタにも載せようかな。てかあの制服がめっちゃ可愛いんだよね。ね、して今日はあったあったこれです。マールっていう、マールです。完璧なマールですの差し入れをいただいたのでちょっと食べながらやろうかな。え、すごいね、バターを使ってないんだって。へえ、かわいい。なんか中に書いてある言葉もかわいいし、なんだかかわいいです。話しかありがとう、こちらこそ。ああ、分かった、今日サインも書いた、ありがとう。なんか初めましての方とかがさ、やっぱいるとさ、ショールームの名前と同じ人とかだったりするからさ、こうやってなんかつながるわ。あ、この人か、あの人かみたいな。丸です。ん、マール、すごくない？今日の差し入れがマールだったことがすごく私的には偶然じゃないでしょう。必然ですよ、これは。嬉しいですね。あ、めっちゃいい香りするすんすん。これはですね、紅茶とバレンシアオレンジって書いてあった。おいしそう。うん、なんだろうこの感じ、出会ったことあるぞ。ん、でもさ、バター使ってない感じだから甘みもねちょっとね控えめでね、すごいなんかヘルシーそうなクッキーこれ。うん、めっちゃしっとり、あとドライフルーツが入ってる。うん、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 メール来た？ありがとう。うん、柔らかいです。おいしそう。あら、コロナになっちゃったって方がいるよ。大丈夫かな、心配だ。この味は何だろう、すごい食べたことある味。推しのあれだもんね。あ、癒されますだって。ショールーム見てよかった。
嬉しいです。ありがとうございます。いろんな方見に来てくださって。丸美味しいです。完璧な丸です。クッキー、この入れ物がさ、すごい大きいからさ、私ボロボロするんだけど、あの全てを回収してくれている。今助かる。これ他の味も美味しそうだった。チョコとか。でも私は紅茶が好きなので最近コーヒーばっか飲んでますが、やっぱこの季節はスターバックスジョイフルメドレー、あの茶葉が好きすぎて、ジョイフルメドレーをね、今日ついにベンティーサイズで頼みました。でジョイフルメドレーの、カスタムっていうの、なんかスタバのさ、なんか呪文みたいってよく言われるんだけどミルクを豆乳に変更してとかさ、なんか自分の好きなように結構できるの。それでジョイフルメドレーのやつで私が好きなのはオールミルクって言って、ミルクの分量を増やすことができるの。なんかよりミルクティーな感じ、ティーラテなんだけど、よりミルクを増やして飲むことができたりするんですよ。オールミルクはね、確かお金かからないでできたはず。オールミルクにすると、でもオールミルクとは言いつつもお湯じゃないとやっぱり紅茶の茶葉がこう味が出ないから、ちょっとお湯は入ってるんですけど、なんかそれも確認される。ちょっとお湯使ってもいいですかって確認されるけど、それはもちろん使ってくださいっていう気持ちで、あ、はいっていつも言って、オールミルク、ミルク多めのやつにしてもらうんだけど、でそれにホワイトモカシロップっていう、あの多分もともと入ってるシロップがあるんですけど、そのティーラテにホワイトモカシロップっていうね、激甘シロップがあるんですよ。多分一番甘いと言われているシロップ、それに変更するとよりホワイトモカだから、いわゆるホワイトチョコレートと、モカってそういうやつじゃん、チョコレートみたいなことで、結構ミルキーな、クリーミーな、なんかそういうミルク感強めのミルクティー、ティーラテが出来上がるんです。甘いやつで、それをトールサイズで飲んで、わー美味しいってなったんだけど、ベンティーでそれはね、結構ね、激甘党の人じゃないとね、飲み干すの辛いと思った。私途中でね、あ、やばい、甘すぎたってなったので、私は多分次からシロップ変更はしないと思う。ベンティーで頼むときは、なんならシロップ減らすかもしれない。紅茶としてさらっと飲もうかなって、オールミルクじゃなくてもいいのかなとかも思ったりするね。もうそのままの状態で飲んだりしてもいいのかなって、みたいなことを今日ベンティーでやって思いました。普通のでも甘いからね。そう、シロップの量も減らしたり増やしたりもできるんです。増やす分にはお金かからない。追加するとかかるんですよ。減らしてくださいとかも全然言ったらね、減らしてくれる。そういうカスタムは、あの結構インスタに上げてる方がいて、そう、私はその人のを見て真似することが多いけど、でもモールミルクは誰だったかな、なんかその昔倉持さんに教えてもらった気がする、オールミルクということ。
そう、そうするとミルクの量が増えるっていうの。そう、倉持さん確かミルクティーすごい好きだったイメージあった。そう、でも基本的にオールミルクにするとミルク感が増すので、多分ミルクティー好きな方はその方が好きだと思います。倉持さん、そう、最近あった、今年あったよ、今年あった、トムと3人でお茶した。今年か、あれなんか写真も撮りそびれちゃって書くタイミングもなかったんだけど、久々にお会いしましたね。なんかタイミングタイミングで連絡させていただいてます。うまい。またでも機会はありそうなので、そんな時に、確かにおせんべいみたいだね、見た目は。でも紅茶の茶葉なのに、なんかめちゃめちゃ紅茶の味します。おいしい。でも何の味か分かんないな。食べたことある味してるの、なんだろう、この味も食感もなんかどこかで食べたことあるんですよね。すっきりしないですけど、何もわからないです。カントリーマームじゃないです。カントリーマームはなんかもっとサクッとしてる。こんなにしっとりしてなくない？あって言っても食べてないかわからないかもしれないけど、スコーンかな。めっちゃ紅茶の風味なんです。食感は違うのかな、味どっかの、こそまあそのミルクティーとかみたいにさっき言ったじゃないですか、そういうドリンク系の味に似てるのか、すごい食べたことある味。あ、
初見です。で書いてあるけど初見マークついてないよ。この次の人は初見マークついて疑ってないけどね。わからないです。うん、大好きくまさんありがとうございます。ともさんだったわ、だ困ったわ。うーん、あとこの間に考えなきゃいけない、タリーズとかのドリンクかな。うーん、チーズのドリンクとかにありそうな味ではある。結構あのドライフルーツ入ってることある気がするんだよね、シーズナルメニューとかに。うん、トモさん7分8分寝ちゃって参加できなかった。うん、もう眠いって言ってたもんね。お疲れ様です、ほんとありがとう。そしてタッタワーありがとうございます。うんです。土曜日さよならモーリーさんの実況配信、実況っていうのかな、うん、感想配信ってやつなんですけど、みんなで一緒に見ようっていう配信します。私がそう今晩放送なんですけど、ちょっと今晩はできないので土曜日の夜かなーな予定です。お昼でも夜でもいいんだけど、どっちがいい？あ、お昼ダメだ、嘘嘘、夜です。のサッカー見なきゃいけないので、私夜です、すいません。もう優勝かそれが決まる日なので見させてください、最終節。うん、うーん、あ、そうなんです、 J1 最終節なんですよ。なのでその結果を見届け、ちょっと気持ち落ち着けてからがいいので、まあいつもやるのは私9時とかが多いけど、そのぐらいの時間はどうですか？21時とかにしません？うん、もう22時以降の人もいるね。うん、22時の方がいい？なんか22時規模が多いな。22時にしよっか、じゃあちょっと遅めだけど22時スタートにしよっか。でそっからあれを見て一緒に、どうしよう、私も完全に落ち着いて見られる時間です。で6日曜日か、 OK。 そうツリーの飾り付け配信やりたくて、日曜日の、まだ日曜日何してるか私分からないんだけど、ワンちゃん日曜の日中とかにやるかもしれないです。飾り付けしたい。
これで受け取りができないとかあったらちょっと遅れる可能性があるんですけど、私はもう早くツリーを飾り付けしたいです。飾り付けする場所をまず作らなきゃいけない。そうなの、どうしようかな。だってまずツリーはさきちゃんサイズのが届くので昨日公園で話したんだけど、うん、さきちゃんサイズのツリーを飾り付けしている様子が映せるような、あとオーナメントどんなん届くんだろう。なんかすごい反射してうち部屋の中見えるやつだったらちょっとさ使えないからさとりあえずツリーを届いた時に150センチじゃないと思うんです。なのでまあ多分乗っけるのかな、上にツリーを置いたら部屋は狭くなりますよそりゃ。でもそんな狭いとかじゃなくて、クリスマスをいかにもう私は楽しむかっていうところに重きを置いているので、別に部屋が狭くなろうがそんなのは関係ないんです。本当にクリスマスに関しても本当にもう10月の中旬ぐらいからクリスマスソング聴いてるし、そう今年のプレイリストとかでもね早々とねこう出してくださった YouTuber さんとかがいて、私はもうありがとうございますって思って、なんならもう年中無休で聴きたいぐらいなんだけど、まあ武道館もあったから武道館終わったぐらいから私は聴き始めて、はい、なんです、いかにクリスマスを楽しむかです。全力を出して楽しんでいきたいと思います。で私は YouTube もまあその今私課金してないんですけど、プレミアムになると広告とかがこう全部飛ばせるんですよ。でその BGM を流している間に広告が入ってくることがやっぱりちょっと気になってしまっていて、 YouTube プレミアムにこの時期クリスマスまでするかちょっと今悩んでるところです。ただ他に音楽のアプリも課金というか年間契約をしてしまっているので、ちょっとまあその2個音楽のために2つに課金するのはちょっと自分的にはねちょっとためらっているんです。なんですけどやっぱり YouTube のプレイリストがすごく好きで課金したいなっていう気持ちです。であとバックグラウンド再生できるようになるんですよ YouTube が。それもいいなって思っちゃってて、やっぱ CM ないのいいよねそうでもやっぱ課金はね、そういうなんかあるじゃんサブスクみたいなやつってさ、やっていったらキリがないからさ、なんかその例えばアマプラに入ったらネットフリックスやめるとか多分そういう感じに私的にはしてて、いろんなやつを一気に入らないようにしてて、どうせ使えないからそうもう一極集中型っていうのでずっとやってきたから、ちょっと今自分のポリシーに反するなっていうところはあるんですけど、でもそれよりも何よりもクリスマスに向けて楽しんでいきたいからめっちゃ悩んでいる。なんかね、ここ2ヶ月かな入るとしたら、早く入った方がお得だよね。そう、早く入ろうかな。てな理由です。うわ、すごい誘ってくるじゃん。YouTube 見ながら Twitter 打てるんだよ。うわクリスマスの期間だけプレミアムにすればいいんじゃないかと。本当だよね。YouTube プレミアム最初の3ヶ月無料よ。それはもう使っちゃったんだよね。早く入った方がお得。
だよね。入るなら入っちゃった方がいいね。あー、ちょっと待って、もぐもぐタイム。ソフトクッキーを食べておりました。うん、足の裏ついそう、やばい。ちょっと待って、ジョイフルメドレーのね、おすすめのカスタムを教えてくださいっていうのがあってね、もう一回言うんだけど、ホワイトモカシロップ変更、オールミルク。ただ激甘になるのでベンティーでやるのはおすすめしないです。多分ちょっと飲めば満足すると思うし、私は次頼むときはホワイトモカにした場合だとしても、あそこ変更するかちょっと悩むんだけど、とりあえずシロップの量少なめにしようかなと思ったぐらい、ちょっとベンティーで、飲むのにはちょっと重かったのでっていう反省はありますが、なのでホワイトモカシロップを使うときはちょっと気をつけてください。あのお好みに合わせてって感じですね。ミルクは変更してないです。でもブレベミルクってやつとかにするとすごい濃厚になったりするらしいよね。脂肪分が多いんだよね。なのでこの辺も逆に少ないのもあるし、豆乳とかアーモンドミルクとかもあるし、なのでちょっと試してみてください。こればっかりは。はい、というわけで、30分経った。クッキーの味は思い出せなかったです。そう、こっちのスタバには売ってない。やっぱ日本しか売ってないんだよね。ね、なのでこの時期に日本に来ないと飲めないけど、逆言えば私たちも気になるのがあっても海外の飲めないから。でもやっぱその国によって味違うなっていうのは前にね感じました、海外で飲んだ時。はい、というわけで、タゾチャイシロップも美味しい。ちょ、なんかめっちゃ気になる。ありがとうございます、いろいろ教えてくれて。また今度話しましょう。ありがとう。もおやすみなさいの人もいるし、私もちょっとなんかこの座りが悪いのか足の裏つりそうなので、ちょうど30分経ったところなのでこの辺で今日は終わりにしようかなと思ってます。なんかいいね、サクッと30分配信。今来たばっかりじゃないよ、コメント見てたよ。そっか、次会えるのはクリスマス、あとは12月10日。結構クリスマスって言ってた人多かったかもしれない。うん、年内まだ会える方も会えない方もいるっぽかったので、の方は来年お待ちしてます。さてさて、来週のサザエさんはみたいなテンションで言っちゃった。はい、よいしょ、ランキングを読みます。13位、キューベさん。12位、ワイマツアットヨツバさん。劇場でハニハモライブが見たい。そう、ハニハモのことも今日たくさんあのお話し会でね、やっぱりかおちゃんの卒業前にって言ってもらったし、今日かおちゃんともお話ししてね、やりたいねって話したから、スタッフさんに動いてもらえるように頑張りたいと思います。待っててください。11位、ミミパパさん。10位、サホガササホ、あとチョンサダンさん、カムサハムニダー。10位ね、OK。 9位、いつも楽しいパピさん。
して8位マルホーにすごく会いたいのにこれ写真を送ります、送る載せます、待っててね。7位ビーズのおっさん。6位ロクちゃん鎖骨ラブ、鎖骨がねいつだって出ております。5位ゆきたんと作法を神をしてよ、よろしく面白かったね今日。4位かっくんアトレナ作法大好きさん、仕事で参加できずまた待ってるね、でもこの間来てくれてありがとう。そして3位がヨッシーさん、で2位がケンさん、で1位がタモさん、そしてそしてそしてニャッホー賞がカニタマさん、作法賞はゆうゆうアットヒゲさんです。ありがとうございました。皆さん、あと昨日の僕隊の感想とかもいろいろいただいてね、昨日の僕隊も楽しかったな、めっちゃ疲れたけどね終わってから今日もゆりちゃんと帰りに疲れるよねっていう話してそうなの、なのでちょっとのんびり過ごしつつ、5日にはまたさよならモーリーさんの配信もやるので、22時ってさっき決めたから、この後告知とか、告知というのかな、ちゃんと書きますあと今晩一応さよならモーリーさんの配信はあるので、一足お先に見たいよって方はぜひそこでチェックしてください。一緒に見たいよって方は5日まで待っててください。それでは皆様今日も一日お話しありがとうございました。11月もよろしくお願いします。いっぱい配信するぞ、先月よりねちょっと時間ありそうなので、なのでまた見に来てください。サホリンズの合言葉はスマイルウィズユー、皆様ありがとうございました。おやすみなさい、グッドナイト、チャルジャヨー、ワーン、ボンニュイ全部言ってみた、知ってるやつ。